日が模様の飛行機に、いつの日にあの子は行ってしまった。誰にもさよなら言わないまま、誰にも見送られずに、一人で空へ、眩しい空へ行ってしまSo the mountain.
出刊を印刷に Oh yeah I won't cry I won't cry I know I won't share a tear Just as alone As you stand Stand and move And darling, darling stand By me Oh, oh, oh Stand and move Oh, stand Stand by me Stand by me いつもは英語で歌ってるんですけどね、今日はちょっと日本語でチャレンジしたいと思います、はい、果たしてお子さんがご存知だと思うんですね、ふわりがうまくいきますか、はい、いつも通りお願いします、いつも通りジブリ作品あれだよね、あのだいぶあの松任谷由実の曲とか、はい、なんか流れてますよね、これもそうですけど、あと、はい、ほら優しさに包まれて、包まれてね、あれは魔女の宅急便か、魔女の宅急便、じゃあルージュの伝言もそうかな、あの人の、ね、あれもルージュじゃないや、あれもジブリ、ジブリですね、ずっと
一人ぼっち恐れずに生きようと夢見てた。寂しさ押し込めて強い自分を守っていこう。カウントをこの道ずっと行けば、あの街に続いてる気がする。カウントを歩き疲れ立たずにと浮かんでくるふるさとの街、丘を巻く坂の道、そんな軸を叱っている感じよ。そうな時だって決して涙は見せないで、心なしか歩調が速くなってゆく思い出消すため、 Come to you この道ふるさとへ続いても、まずは行かないカウントロー、カウントロー、明日はいつもの僕さ、カントリーロー、ありがとうございました。という曲でした。そう、ね、これゆったりしてていいですよね。さっき言ったのが違ってたの、最初は言ってる。さあ、松任谷さんつながりなんですけれども、はい、これはねジブリじゃないですが、つながってないのね。違った。どうですか、ユーミン。すごい繋がってませんね。繋がってません。違う、こちらがね、用意が卒業写真、季節ですもんね、もうそろそろ、はい、山形の方で、そうそう、ちょっとね、卒業シーズンちょっともう過ぎてしまいそうですがね。1974年ですから、何年前、1974年って書いてある。74年、今2017年ですか。ということは26の3月から40年以上前に行ってます。I'm not afraid to die.
かけるように卒業写真。なんか寂しくなるよね、卒業写真。卒業なんて季節になると。そうそう、アルバムって作ってるんでしょうかね。うん、もうデジタルでね。は？デジタルになっちゃった。そっち。あ、ごめんなさい。私ハードのこと言っちゃったわ。やっぱアナログでないとね。ああ、なるほどね。じゃあアナログ世代の人間がまた歌います。もう雪も降らないとは思いますが、いやいやいや、5月まで分かりませんよ。本当に5月に降ることは、一昨年でしたっけ、なんか降りましたね、5月の連休初めて。まあでももう降らないとお願いしたい思いますが、まあ降るかもしれません。こんな今日真夏日なのに暑いですよね今日ね。なんか暑い、19度、20度ぐらいになるらしい。20度にはならないかな。本当ですか？確かな予報ですか、それは。いや、想像です。そうそう。でもすごい暖かいですよ、今日は。あ、暖かいですね、はい、皆さん、買いに来てください、汽車は月の真横で僕は違う？ごめんなさい、キーが全然違ってました。どっちでやるの？だよね。こっちの。キリリン。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が。降ってる。
東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君はつぶやく名残雪も降る時に心にふざけすぎた季節の後で今春が来て君は綺麗になった去年よりずっと綺麗になった動き始めた汽車の窓に顔をつけて君は何か色をしている君の唇がさよならと動くことが怖くて下を向いてた時が行けば幼い君と大人になると気づかないまま今春が来て君は綺麗になった去年よりずっと綺麗にありがとうございました。1976年の、伊勢正三さん作詞の曲。やっぱりこれいい曲ですよね。なんか寂しくなってきちゃったな。寂しくなってきたけども青春するものですよね。じゃあちょっとフォークに一息つきまして、あ、一息つきます、はい、福田劇場がいよいよ始まりますね。福田劇場、違う、ヒロミでしょ。ヒロミ劇場ですか。もう名字言わないね。ジョニーですね。え、違った、桃色。あ、桃色ですか。はい、じゃあ桃色ちゃん。このすごい名曲ですね。1984年、桃色吐息、ロタンチョ。もうちょっとロタンチョじゃないかも。あの、一つ下げてもらって、まあ、春といえば桃色、ね、桃色いい歌ですね。
知らないんだな、それが。あ、そうなの？じゃあ、もっと有名な曲ですよね。あ、そうですね。あの三部作で、ペドロの三部作と言われている。ペドロ&カプリシャスの時代の歌ですね。そうです、そうです。1973年。1973年頃。さっきに別れの朝。
五番街のマリジョニエの伝言、この順番がちょっと不明ですが、私アフユンさん、作曲徳良俊介、すごいですね、スター誕生世代。えごめんねがごめんねがいい、ごめんねがいいって、ごめんね、ごめんね、知らない、そっちがごめんね。ね、アカペラでね、いいよね。歌えません。歌えないから歌えます。今日、僕以外にも知らない。消えない部屋の街の。じゃあ、アカペラでどうぞ。じゃあ、ちょっとワンフレーズ。せーの。言い訳する前に、あなたにもっと尽くせたはずね、連れて行って別れのない国へっていう感じですね。ありがとうございました。サビだけです。じゃあ行きましょう。今度ね、覚えてもらいます。はい、はい、お願いします。私の知ってる
ありがとうございます。ありがとうございました。ジョニーやの伝言っていう曲ですね。そう。ね、ジョニーが皆様にとってのジョニーっていらっしゃいましたでしょうかね。僕にとってはこれがザ・高橋真理子しますけどね。そう、これ大好きです。うん、桃色の吐息もいいですけど。そうね、桃色の吐息はもうちょっと私が熟女になったら合うかな。それじゃ十分ですか。どうする。いやいやいや、熟女になります。はい。じゃあもうちょっと、これは青春、青春シリーズに突入しますよ。あ、そうですか。本当ですね、青春シリーズですね。シリーズっても2曲しかありませんよ。そう、青い三角定規ね、はい、曲名は太陽がくれた季節。もう未だにわからないよ、もう。え、題名が題名どこが題名なのかちょっとよくわかんないんですけど、ね、シーズンインザサン。そうですね、え、そう、全然違いますチューブでした。山川圭介さん、泉拓さんですからね。これもね、そうそう、ドラマの青い三角定規、うん、はい、いきますか。君は何を今見つめているの。若い悲しみに濡れた瞳で逃げてゆく白い鳩。それと愛、君も今日からは僕らの仲間。飛び出そう青空の下で、hey! 君は何を今立ち続けるの。街の片隅で君も今日から僕らの仲間。飛び込もう青春の海へ。青春は太陽が君も今日からは僕らの仲間。もうやそうよ二度とない日を。もうやそうよ二度とない日を。太陽がくれた季節って聞きました。なんかね、マイクがいらない雰囲気で今日は私声が出ております。出てます。はい、すみません、なんか調節が効かなくて、はい、昨日練習した。じゃあ次は、はい、そのまんまです。青春時代、はい、え、違う、何の青春時代ですね。森田浩一とトップギャングですね。これは何年以降ですかね。レコード大賞かなんか取った、これ。レコード大賞かなんか取りました、ね。そうですそうです。この曲取った、取りましたね。そしてこの方のお父さんが、はいはい、すごくいい味を出してる俳優さんでね。え、そうなの。え、宇野重吉さんってご存知ない。あ、これ違ったっけ。これ違ったっけ。それはそれはルビーの指輪じゃない。あ、そうだった。平尾さんと間違えちゃった。これ誰ですか。これは森田浩一。森
森田浩司さんのお父さんは知らなかった。間違えちゃいました、はい、今の冗談です。はい、はい、トップギャラーですね。トップギャラーですね。ピアノの弾き語りで書くですね。はい、口伝奏でお送りします。はい、卒業までの半年で答えを出すと言うけど、二人が暮らした年月をなんで測ればいいのだろう。青春時代が夢なんて、なんからんものを胸に投げさす言葉ばかり。二人はもはや美しい季節を生きてしまったか。あなたは少女の時を過ぎ、愛に悲しむ人になる。青春時代が夢なんて、後からボロボロ マイクが切れてました。切れてた。切れてました。嘘、はい、じゃあいよいよ佳境に入ってきました。佳境ですね。佳境もう人生劇場だったんじゃない。そうそう、ランナウェイ。なんか最近ね、あの本当にランナウェイ。ランナウェイ、じゃあ、あれやろう。あれないの。確かに。あ、ありました。何？これ変わりますね。しまっちまった。はい、あの、まあ、ランナーウェイはいい。じゃあちょっとランナーウェイを歌わせていただきます。ザ・シャネルです。ランナーウェイ、ランナーウェイ、とても好きさ。ランナーウェイ、いてあげるよ。
傷ついた魂の抜け殻に愛を灯したお前の論理が二人激しく燃えるは爪を研ぎ作りはない壁気づいた愛を奪われた。だけど話はしない Darling, run away.半年ぶりのセッションでしたけれど、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ピーナッツでもいきますがね。ピーナッツですね。ピーナッツやれるか。やれるわ、お前。もしかして東北便で行くの？東北便でやめてくれ。ちょっとそれやめてくれ。ピーナッツってナッツじゃないと昨日テレビでやってました。え、何の？あとね、ナッツっていうのは木の実だから木になる実で、だから草の茎らしいですよね。芋と同じ種類だと思うんだけど、ほんとかいい、ね、ピーナッツという名前なのにね。え、なんか ピーはピーえ、ピーはね、ピーって言ってきな、はい、行きましょうか。はい、トゥースリーフォー。ため息の出るようなあなたの口づけに甘い恋を夢見る乙女の頃よ、金色に輝く
モーレ、アモーレ、アモーレミオー。アモーレ。流行りましたね。最後しっとりと皆さんで一緒に歌っていただければと思います。はい、坂本九さんのこれは何だっけ、見上げてごらん。はい、あら、題名はほとんどないわね。夜の星、ね、これもう今は皆さんあの亡くなられてますが、 A6 さん、あ、それと泉拓さんの作詞作曲なのでございますよ。で、はい、あと坂本九さんがね、ね、歌いな、おしたかや、そうでしたね。あの時あの、まあやめましょう、そういう話。そうですね、そうですよね、はいはいはい。いいんですけど別に、ね。これ何年頃なんだろう。そう、それ書いてないわ。うん、僕もこれは。私生まれてなかったな、うん。みんな生まれてないと思いますよ。きっと。ばっかよね。いや本当に。まあそうですね。40年とはいかないかな。37年ぐらい。昭和30年代ぐらいかな。いいえ、な、あの須田君はこれの曲？曲？曲はそうでございましょう。よくわかりませんけど。はい。まあ、どうしてない。巻きが入ってますか。なんか、あ、巻きじゃない。つなぎ。あ、つなぎですか。何やりましょう。つなぎはとろろがいいですよ。ねえ、ねえ、つなぎは山芋。あ、それはお好み焼き。え、お好み焼きのつなぎの話今。お好み焼き、私の頭の中にはそばがありましたけど。そば。そば。あ、そばもそばのつなぎ。ネギそばって福島じゃないっけ？違うか。あ、硬いやつ。お好み焼きって関西だもんね。関西だね。それじゃあ。歌詞はこうです。見上げてごらん夜の星を、小さな星の小さな光がささやかな幸せを歌っている。これの繰り返しです。皆さんご一緒にどうぞ。名もない星がささやかな幸せを、ささやかな幸せを、
北斗。手をつなごう僕と追いかけよう夢を、追いかけよう夢、二人なら苦しくなんかないさ、二人なら苦しくなんかないさ。見上げてごらん夜の星を、小さな星、小さな光がささやかな幸せを歌ってる。最後もう一回、見上げてごらん夜の星を、僕ら歌いませんか、歌うんじゃ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 。